の今日ね、公式からね、発表された通り、私とリアが4月29日で、はい、君とセレンディピティを卒業させていただくことが発表されました。はい。でもすごいね、楽しかったもんね。うん。ね、すごいなんか君セレで過ごした時間が、うん、今までの人生の中で一番濃くて、うん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 、なんか本当にかけがえのない大事な時間をありがとうございました。もう感謝しかない。ありがとうございます本当に。でもね、あれだよね。そっちから追ってくる新しいパターンって書いてある。そんなかな、本当に悲しませてしまったの申し訳ないし、でも本当に気にされて、うん、見つけてもらえて、うん、好きになってもらえて、うん、気にされとしてのね、うん、私たちを好きになってもらえてとても嬉しかったし、うん、でもなんだろう、今後もね、もちろん冷めないで、うん、うちらのことをちゃんとずっと好きでいてほしいし、うん、ね、うん、本当にありがとうの気持ちです。矢野、うん、ちゃんなんかやらかしたわけじゃないよね。なんかうちらそう急すぎてさ、急すぎて文章出しない、そうは、しかもワンマンのタイミングでじゃなくてワンマン後に文章で、だからなんか本当にやらかした人みたいだけど、普通にやらかしてないです、ね、普通にねずっとね言ってて、はい、本当はねワンマンでね卒業かもみたいな感じでもあったんですけど、うん、そうね、最後までスタッフさんが楽しんでほしいって言ってくれて、うん、最後にワンマンだけは楽しんで終わってほしいって言ってくれて、うんうん、ワンマンして楽しかったね、やりきれたねって言って、そうだね、決めました、決めました。リアが卒業は予想してなくて、そう、私結構、うん、あんまね出さないようにしてたのよ、うん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 、あんまもうずっとなんていうの、もうすぐやめちゃうよみたいな結構出さないようにしてて、なんなら最近ライブ結構ニコニコしてていいねみたいに やってもらうことも多くてね、なんかそのタイミングでは本当に申し訳ない ね、本当になんか最近好きになってくださった方とか、うん、なんだろう、君せの矢野が好きだよってずっと言ってくれてた方とかに本当に申し訳ないなってずっと、でもたくさんたくさんたくさん悩んで、うん、私たちもすごい決めたので、うん、なんだろう、これからもちろん頑張るし好きになってほしいし、うん、好きでいてほしいし、うん、キミセレの、ね、活動もね、もちろん応援してるし、これからのキミセレも本当にみんな4人になっちゃうけど、うん、たくさんたくさん応援お願いします、お願いします、うん、2人とも前向きな理由で、ですか、ね、もう全然前向きだよね、めちゃくちゃ前向き、めちゃくちゃ前向きです、解雇じゃないです、うん、めちゃくちゃ前向きです。さっき卒業公演申し込んでありがとう、ありがとう、4月29日に、そうラスト、ね、渋谷ワンファイブさんで11時半からかな、うん、お昼の11時半から、うん、卒業公演をさせていただくので、私たちの、うん、ぜひ遊びに来てくださいね、遊びに来てください、遊びに来てください、本当にさ、うん、なんていうの、もうだから私は結構、うんうん、もう自分だけは知ってたから、うん、私この曲やるのあと何回なんだろうなみたいな、そう、ね、そう、少なくてもあと5回以内じゃん絶対、ね、セットに前、ま、全部入ってたとしても5回だし、うん、もしかしたらもう1回目の曲とかもあるじゃん、うん、だから結構ね噛み締めてた、そう噛み締めてやってて、ね、衣装着れるのとか、なんだろ う, そう、本当に君セレとしての活動が本当にもうあと2週間で終わってしまうので、ね、しかもさ土日しかライブないからさ、うん、本当にあと5回4回ぐらいで、ね、本当に5回じゃない、卒業公演入れて6回だと思う、そうだね、2回し土日で2回しが多分1個あったから、うん、そうだね、こうで、うん、卒業公演入れて6回だって、うちら噛み締めてたよね、噛み締めてたね、うん、だってなんなら夕焼けとかもさ、うん、ワンマンでもこれ最後だろうなって思う、ね、うん、本当にそう噛み締めながら踊ってました、ね、セットリーに珍しい曲とかは多分もう一回やるかやらないかぐらいなので、うん、みんな噛み締めてね、ドキドキでドキドキでした、でも発表するのも、うん、結局ね、なんか名古屋とかもね、うん、行けずにね、行くだけ行ったよね、あ、そう、そうじゃなくて、そう、最近結局、あ、そうだ、最近行けてないよね、そうそうそう、ごめんなさい、うん、でもね、本当に私はもう20歳になったということで、うん、環境を変えようかなっていうことで辞めさせてもらったんですけどね、うん、もうリアも学校ね、そうだね、一回ちょっと一回勉強にシフトしようかなって思います、うん、またね、
うん、そう頑張ろうね。まだ若いしね。まだ若いんで。まだ若いので、そう、若いんで、まだ私たち若いので、いろいろとできると信じてます、はい、できると信じてます。まだ何でもできる年齢なので、なん、はい、なら普通に卒業したとも、うん、うちらね言ってたもんね、あのみんなに会える機会作ろうとか、うん、ちゃんと考えてるので、うん、普通になんだろう、ヒアノたちが卒業したからといって浮気しますとか冷めますとか他の子行きますとかはちょっとしないでほしいなっていうのが、これ私たちの気持ちですよね。ね、そう、一回ね、私もマジみんなの期待を背負って、うん、東大目指します。東大目指すんだ。頑張ろうじゃん。そうです、そうです。勉強しましょう。勉強します。本当にリアは頭が良くてもすごいね、学校もねめちゃくちゃ頑張って両立がすごい大変だねって言ってたからね。ね、意外と勉強してるし、本当に電車に乗りながらもめちゃくちゃあの参考書、なんか英語単語帳、単語帳みたいなのを読んでて、すごいめちゃくちゃ頑張ったので、本当になんかたくさん大変な中ね、頑張って偉かったね。頑張って頑張ったね。そう、一回ね、まあでもうちらまだ若いから、私たちまだ若いので、起業しようと思えば起業できる。社長になろうと思えば社長になれる。若いので、東大すごいやばい人に真に受けて、あ、すごいじゃん。ごめん、行かないでって、ごめんね。そう、でもあの本当になんだろう、のどひなの自体が、うん、もう完璧にもうみんなとバイバイっていう感じにはしないし、小林理恵自体が、うん、もうみんなと完璧バイバイっていう状態にはしないじゃん、うん、本当に会える機会もちゃんと作るし、そう、今後もあの私たちの応援をしてもらえたらなって思います。なんかうちもあれだな、会える機会は結構ひなのに便乗してやるって感じなのかな。便乗しましょう。あとは、まあ、SNS はなんかインスタとかは鍵にしようかなって思うけど、うん、消さない、鍵垢にしようかなって思った、うんうん、いいね、あの一回ね、あの消したらちょっとみんなさ、写真の保存とかどうせ多分スクショでするとさ、ね、意味ないから鍵にしようかなって思います、うん、鍵垢。私はでもそのまま普通に、うん、まあ、あの部屋のがなんだっけ、あの AKB 辞めた時にやってたぐらいの感じで、あんまりツイート数は今よりも減っちゃうかもしれないんですけど、ちゃんと載せますね、うん、まあ、インスタ運営管理じゃないの、運営管理さんでは今あるんですけど、そうだからこれからも個人のものではあるので、全然自分たちで使えるから大丈夫。あのインスタ、あ、じゃあだからいいねとかもね、できるよね。そう、できるよね。待って、嬉しそうにしないで。ごめんなさい、やばいやばい、悲しい。ちゃんと使えるので、もちろんあの本当になんだろう、あのね、ね、でもさ、みんなさ、うちらがさ意外と元気でさ、うん、温度さびっくりしてるんだ。だから本当になんかあのうちらもでもめちゃくちゃ悩んだんですよ。本当に悩んで、めっちゃ悩んだ。本当にだってあの、うん、もちろんめちゃくちゃ君生としての活動はすごい楽しかったし、めちゃくちゃ良かったけど、うん、めちゃくちゃ、ね、素敵な経験させてもらったんですけど、楽しいことばっかりじゃね、うん、ないしね、もちろん人生は、うんうん、人はね、いろんな人がいるので、もういろんなこともね、うん、あったんですけど、私たちは本当にたくさん考えて考えて考えて、うん、悩んだ結果、結構ね、うん、今そうこの状況です、うん、なんかでも本当にワンマンをやって、うん、そこで逆に自分の中で区切りがつけられてよかった、うん、結構さ、アイドルってさ、そのなんていうの、運動スポーツと違ってさ、うん、結構ここ区切りみたいな勝ち負けとかもないしさ、そうだね、達成感みたいなのが得られにくいじゃん、うん、勝って達成感とかが。だからその1ヶ月ぐらいもう毎日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 もう1回のライブのためにレッスンやってやってみたいなので、うんうんうん、1回ふう頑張ったが終わって、なんかね、気持ちが、ね、本当に区切りというかね、まあ、気持ちの整理がワンマンでちゃんときました。あんまり泣く感じになら、ね、そう、泣く感じになら、ね、ごめんね、手が悪い、あんまさ、でもなんだろう、あのもちろん本当に、うん、ね、あの悲しませて申し訳ないなと思ったんですけど、そう、私たちもすごい悲しかったし、悲しませて申し訳ないなと思ったんですけど、うん、前向きな卒業ではあるので、うんうんうん、あのなんだろう、マジ解雇じゃない、うん、そう、解雇じゃない、本当にこれだけは言える、マジで解雇じゃない。そう、なんかまだやりたかったけどとかじゃないから、うん、なんかよく言うと未練は、まあ、本当にやりきりましたみたいな、うん、楽しかったねっていう感じで、うん、ね、未練が、あのね、楽しかった、本当に、うん、え、なんか本当にいい思い出しかない、うん、
キミセレで活動できてよかったなって、すごい楽しかったなっていうのが、ね、今の私たちの気持ちで、そう本当に全然ハッピーなので私たち気持ちが、うん、それこそうちだって高3じゃなかったら続けてたかったもん、うん、うん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 、そうだね、うん、そうお酒のお店が原因ですから、そんなことはありません全然本当にそんな本当に解雇とかじゃなくて私たち、ね、本当に楽しかった、アイドルになってよかったです、ね、よかったね、よかった、ありがとうみんな。なんかさ、その4ヶ月しか思そのデビュー前のレッスンとかあったけど、うんうんうん、表に出てからまだ4ヶ月ぐらいじゃん。そうだね。それでもそのさ、たくさんさ、うん、あの好きって言ってくれる人ができて、うんうん、なんか感動ね、ありがとうね、前向きでやれば、そう前向きな卒業なので、キミセレ、うん、あのキミセレの、うん、キミセレのこと本当に大好きですし、私たち、ね、あのね、スタッフさんとかメンバーとか本当に大好きなので、うん、本当に前向きな卒業なので、ね、そう、名残惜しいけど、うん、でも、ね、って感じ、そう、もう完璧に卒業公演、もう4月の29日の卒業公演でもう完璧にもう2年はありませんって状態で辞められ、ね、辞められると卒業できるように、うん、あの最後まで私たちも残りあと5回は対バンとかもあるし、うん、もう全力で楽しみ切ります、頑張ります、任せるやね、そう前向きです、本当に好きになってくれてありがとう、本当に本当にもうこの気持ち、もうなんかもうメールとかにも書いたんですけど、うん、本当になんだろうね、だってさ、うん、リアに関して本当に4ヶ月やん、うん、の間にこうやって見つけてくれて好きになってくれてって本当にありがたいことじゃん、うんうんうん、なんだろう、なんかなんだろう、当たり前じゃないから今のこの現状が、本当に、本当にそう、もうね、今生まれてやってくれた皆さんに感謝と、うん、感謝とね、お礼の気持ちを最後までしたよ。しかもさ、ひなのはさ、うん、1年ちょい活動しててさ、ね、うちよりもさ圧倒的にそのキミセレでの思い出とかさ、うんうんうん、あ、なんていうの、思い出があるわけじゃん、うんうん、だからさ重そう、重そう、なんかだから本当に来るものが、そう、どうしようどうしようどうしようってめちゃくちゃ結構ね、環境がガラッと変わらない、そう、ね、私はさ若干まださ、うん、元に戻る感覚はあるのよ、うんうんうん、キミセじゃなかった頃に戻るぞみたいな感覚があるんだけど、うん、ひなのはどっちかっていうともうあれじゃない、もう新しい境地って感じじゃない、そうだ、ね、新境地って感じじゃない、どうしようでもすごい、なんだろう、本当にもう、うん、なんかなんて言ったらいいか分かんないんですけど、私文章力本当にないので、うん、でもなんかもう本当に楽しかった、やりきったみたいな気持ちで、うん、次20歳ってやっぱいい区切りなので、うんうんうん、なんか20歳を過ぎても続けるか続けないかっていうのはずっと悩んでたの、それはずっとずっとずっと悩んでたんですけど、うん、でもやっぱりまあまあも楽しかったし、うん、でもいろいろ自分はキミセレとしてやりきれたのかなって個人的に思ってて、うんうん、なんだろう、もちろんあのもうこの曲歌えないんだとか、もうここの歌は自分じゃなくなるんだとか、いろいろ思ったらちょっとね、あの思うと、うん、なんか悲しい悲しい悲しい、悲しくはないね、なんて言うんだろう、複雑な感情というか、そうね、もうここ歌わないんだとか、寂しいじゃない、そう、それ寂しい、寂しいなっていう感じよりも、うん、なったりもするんですけど、うん、本当にもう楽しかった、うん、し、ね、最後まで楽しもうみたいな感じで、私たち本当に最近ハッピーで、そう、本当にてかめっちゃうち言われるのライブ楽しそうだねってね、ハッピーだよね、本当にもう私たち最近のライブさ、もうこれ以上ないぐらい楽しみきってるよね、楽しいんだよね、本当に多分笑顔が溢れてると思うそう、なんか何をどうしようとか、うん、じゃあ髪型どうしようかなとか、うん、ここをこうしちゃおうとか、そうそう、今日はじゃあこここうしてみようよとか、二人で結構いっぱいなんか、ね、話してたよね、最近結構話してて、話してて、うん、あのすごいやっぱりなんだろう、最後の最後までキミセレとして楽しんで、あのもう完璧に、うん、もう今でももう悔いはないんですけど、うんうん、やっぱ4月29までに4月29でもう完全にやりきったー、楽しかったーって言って、もう本当にありがとうって言って、うん、なんかやめられる、卒業できる感じにしたい、絶対しよう、しよう、そう、え、最近マジてか、あのなんていうの、うちらが結構そのゾーンに入ってから、うん、来てない人は、多分来たらびっくりすると思う、マジ見間違えるぐらい輝いてる、うん、私スタッフさんにも言われて、うん、なんかだって今日なんかだってあのなんていうの、
躍動感があったねって言われた。躍動感があったねって言われて、なんかそういうなんていうの、生き生きしてるねって言われるようになったこのタイミングで。やっぱでも本当に何だろう、やりきったって思ったらさ、めっちゃ楽しくできるくない？だって今までさ、やった4ヶ月だったわけじゃん、入ってダンスがとか歌がとかさ、いろいろさ大変だったじゃん、頑張ったじゃん、でも、もう最後楽しもうって思った瞬間に本当にリアが輝き出しててすごいなんかすごい楽しそうで、私も嬉しかった。でもなんかなんだろう、ヘアノは初期面としてずっとね、キミセルでやってきたので、あの初期面としてね、もうなんか卒業しちゃうのは、ね、他のね、このファンの方とかもね、ナナとかはね、あの初期面を一人で残しちゃうことになるので、すごい申し訳ないなとめちゃくちゃ思ったんですけど、他のメンバーにももちろんたくさん相談して決めたことなので、本当にそう、結構ねあれだよね、あの相談も ね何回もメンバーで話し合ったね、いっぱい話して、そうあの、まあ、メンバーもちろん6人で話すこともあったし、スタッフさん入れて話すこともあったし、あの、まあ、各個人と話すこともあったし、すっごいすっごいすっごいたくさん話したんですよ、で、あのもう卒業するってここも決めて、もう最後まで楽しもうっていうモードです、そうね、みんないつ頃決めたの、いつ頃決めたの、すごい消えたの。でも私に関しては結構長いよね。長いね。長いね。ね、あ、どこまで言っていいのか分かんない。確かにどこまで言っていいのかね、分かんないけど。でも私は言っちゃうと、もうちょっと長くやる予定だったよね。そうだったね。そう、リアはもうちょっと長くやる予定だった。そう。でもちょっとツアーとかの関係で一緒に、同タイミングで、同タイミングになりました。本当でもなんか生誕？生誕付近で卒業予定だったでしょ、本当は。でも、あ、でもなんかいろいろ言ったらダメだね。あんまね。あんまりいろいろ。オブラートに包んでいこう。オブラートに包むけど、そう、あの、急遽ワンマンに出ることになったので、そう、ワンマン。そうだよね。そう、急遽。ひなのは収まって、私は早まった。みたいな。で、このタイミングになりました。なりました。ね、だから本当に、あの、ワンマンが終わって、4月29って聞いた瞬間に早って思ったんですよ。早ってすごい、だって2週間しかなくて、そうだね、皆さんこれあの来てもらえるのかなとか、気持ちの整理1ヶ月ないとなんかつかないじゃん、だから大丈夫かなとかすごい、ね、結構急だったよね、ごめんね思ったんですけど、でももう本当にそのタイミングってね、あの言われたので、わかりましたということで最後まで楽しんでいこうっていうことで、そう、みんなあっという間でごめんなさい、ね、ひみが君セレはひなのが絶対的センターなのって、ニコニコ話したデビュー前が忘れられない、そうだよね、そうなんか本当になんだろう、君セレのね初期面としてやってきて、ね、挑戦ありがとう ねすごいいろいろ、そう、めっちゃいろいろね、いろいろなんだよ、本当にいろいろ悩みましたよね、悩みましたよね、リアに敬語使ってね、結構でもさ急だったけどさ、みんなさ、調整とかさ頑張ってこれるようにみたいなやってくれてて、愛を感じた、ありがとうね、バタバタの中すごいめちゃくちゃ申し訳ないなって本当に思って、そう、なんか遠くから来てくださる方とか、お仕事が忙しい方とかも、ね、もう分かってるじゃん、うちらだって、うん、だからこの人は来れるのかなとか、そう、この人もしかしたら会えないのかなとかもすごい思ったら、すごいなんかいろいろなんかどうしようって思ったし、この前昨日だっけ、昨日がさ最後の対バンだったよね、最後、あ、一昨日か、あれ昨日、うん、昨日、昨日だよね、昨日が最後の対バンで、ね、昨日さもう明るい気持ちで何みんなが何もさ知らない状態でライブするのがこれで最後なんだと思って思ってたの、やってた、だからすごいね、輝いてたね、輝いてたね、でもあれじゃない、うちらさ、あの昨日翼が撮影可能だったんですよ翼が撮影可能で、あの私が曲振りとかをね、20とか言うの、あ、そう、対バンにはもちろん出演させてもらうんですけど、29まではあのちゃんと君セレとして活動させてもらうんですけど、あれなんだよね、あのもうみんなが卒業、私たちが卒業発表するっていうのをみんなが知らない状態で、なんだろう、複雑な感情じゃなく明るい気持ちで見られる対バンが最後だったよねっていう、そう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 、わかる、みんながあ6人での
気見せでがあと何回なんだみたいなの何も考えずにニコニコ見られるそうのが昨日が最後だったよねっていうので、だからちょっとなんだろう、後ろのトリアで話して、うん、あの翼の曲振りの前にみんなと出会えて幸せでしたって、そうなんか MC をちゃんとエモめにしようっていう話をしてたんだよねっていうのを2人でやってました。やってた。そう、シンプルに楽しめるためが昨日最後だ、うん、そうそうそう、ファンのみんなで2人を最高の笑顔にさせたいだって。ありがとう、ありがとう。チケット抽選ですか？え、抽選だよね多分。発表今日、あ、抽選だと思う。抽選だよね。発表今日は急じゃない？でも結構ね、ね、ね、発表今日はマジで急なんだろう、だってうちらもあのいつだろうみたいな、そう、卒業発表の仕方すらもね知らなかった。2日前ぐらいにあの夜中にどうなってますかって言って決まったやつだもんね。うん、マジでそう。匂わせやん、そう、昨日匂わせをしてました。ね、ファンクラブ選考は抽選ね、抽選 SHK かな、わかんないけど、ファンクラブ選考ね、20時から始まってるので申し込んで、ありがとう。夜までやってますか？でもライブ終わった後にピアノトリアだけね、なんか延長で、そう、延長特大特典会みたいな感じのことをする。なんかさ、なんかでもさ、前のさ、うん、てんちゃんたちがさ、卒業の時もさ、うん、いろんなさ生誕衣装着てとかさ、そう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 、いろいろやってたよね。そういう感じであのやらせてくださいって多分言ったから多分大丈夫だと思う。オッケー、うん、大特典会みたいな感じで、ね、そうね、なんかさ、いろいろ衣装着替えてたよね、うんうん、ちゃんたちもね、ようにするので、あの4月29の朝から晩まで開けておいてください、ね、大特典会当然のやり方、そう、当日にやります。朝から夜まで司会やります。ありがとう、ありがとう。そう、意外とね、風に仕事できる日がない。でもね、鍵アカは許してほしい。そうだよね、仕事できる鍵アカには急だもんね。けどめちゃくちゃ SNS は急なのでごめんね、本当に。でもあの決めセレとしての野田ひなのは4月29日で終わってしまうんですけど、そこからねまたあの野田ひなの会える機会もちゃんと、もちろんこちら作りたいと思ってるし、ちゃんと作るし、うん、絶対に会いに来てください。待ってます。29日これ何時からあるか教えて。4月29日、渋谷ワンファイブさんで11時半開演です、うん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 、11時会場、11時半開演かな、うん、であのライブをやらせてもらって、その後ライブが終わったら大特典会みたいな感じで、また場所を移動してさせてもらうので、 S ホテルを撮った、ありがとう。ツイッターは残す、ひなのはひなのはでも全 SNS 残します。私は多分 インスタは、うん、消すか鍵か、うん、で言ってた、ね、TikTok も鍵か残す、そのままか、うん、Twitter も鍵か残すか鍵かそのままどっちかな、うん、多分本当に鍵にするかしないかは気分で決めると思います、うん、でもインスタは多分鍵赤にしますうんうん、うん、ごめんなさい。気分大事だね、うん、新たな野田ひなのが誕生するんでね。そう、新たな野田ひなのが誕生します。新たな野田ひなのと新たな小林リアが誕生するので、なんかでも私今まで結構、うん、ツイートの内容とかを行わないことも多かったからあの今までよりは結構なんて自由になる、そう、自由になって、今まで結構行われるのが怖くて何もツイートできなかったからそれはむしろツイート数は増えるんじゃないかの気持ち、うん、ね怒られる、死んじゃった、やめとって。あ、でも溶けてるかも、溶けちゃうよ。あ、もうやわらかい、もう一回入れとくの、もう一回、ちょっと痛くて、ありがとう。あのアイスを食べようと思ってまして、冷凍庫に入れてきてもらいます。ありがとうリア、うん、ごめんね、冷凍庫がリア側なので動いてもらいました、ありがとうございます。てかいっぱいギフト送ってくださってる方全然読んでない、ごめんね。みんな読みますね、みんないろいろありがとう。梅子ぶちゃさんハートありがとう、ホリバラありがとう、しゅうちゃんハートありがとう、あかねペンライトありがとう、うなぎさん、タコありがとう、しゅうちゃんポップコーンありがとう、ティガありがとう、ね、ありがとう、一日中過ごせるのですよ、ありがとう、まちさんかわいいありがとう、君島熊野天使ちゃんありがとう、鍵かけすか、いや、ありがとう、鍵ターン残すか、ありがとう、その名前そのまんまか、カズオ1号流れ星ありがとう、カズニピカピカありがとう、まちさんお疲れありがとう、ホリアカメペンありがとう、カズニハートありがとう、アルセさんハートありがとう、2人のアクスタが、アクスタね、アクスタ、アクスタ、あ、そう、売り切れちゃってて、ね、ごめん、そうなんです、私たちの申し訳ない、ごめん、ごめんね
大輝、花束ありがとう、宮特技まとめハートありがとう、情報ギルツケンさんハートありがとう、つまちさん、虹色の星ありがとう、ティガ虹色の星ありがとう、なんかさ恥ずかしいのよ、ありがとう、一般人として生きていくのだけど、ありがとう、なんかナイスさんハートありがとう、タクエハートありがとう、マボロシさんハートありがとう、タクエペンライトありがとう、ピンカメオさんピカピカとグーグーありがとう、ジゴでもアクスタ書いてよかったね、よかった、アクスタどこに連れてこう、かけじくありがとう、アクスタハンソンさんピカピカありがとう、タキハートありがとう、サンハートありがとう、サンリオピュードランドにでも連れて行ってください、タズリンさんハートありがとう、ヤスさん虹色の星ありがとう、ダミチンハートありがとう、やめました、かわいいとこ連れてっていっぱい、いや連れてたしよ、アクスタ、アクスタ、アクスタとかチェキとか、あそうチェキ宿題チェキ、もう最後だって思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、卒業宿チェキを作っていただくので、はい、ご安心をご安心を、2個目の方、そう2個目の方が売り切れちゃったの、えそうだよ ね、しかもさ大きいの2個目の方が、ね、2個目の方だからアノンがさ言ってたやん、ちっちゃかったみたいな思ってたよりえあのあのサイズでしょ、あの2つ置いてるやつ、 あのさ取っていい、うん、2つもいいよ、これ野田ひなの、あごめん、これが生誕のサイズだとしたらもうでも両方さ買えないもん、うん、そうだよ、両方買えない、見てあの見てこのサイズ感、ほぼ2倍、ほぼ2倍、実質2倍ね、でもキースタンドだからね、それが確かにそれはある、タクハートありがとう、サム、赤のだるまさんありがとう、そう、卒業宿敵作ってもらいます、お願いします、みんなさ、今日さ、びっくりだった、アスタンドロックみたいな、ほんとどうだった、可愛いのでちょっとさ、感想をさ、でもリアがこんなテンションで聞いたらさ、泣きましたとか言いづらいよね、ね、どうだったってさ、聞くのさ、あんたすごいじゃんすごいじゃん、なんかダメだ、でも聞きたくなっちゃうんだよね、ね、みんなでびっくりしたでしょ、びっくりでした、そうだよね、講義で泣きかけた、リア友に心配された、ごめんかわいそう、やっぱ行かないで、ごめんね、本当に、でもさ、またちゃんと会える、授業中だった授業中だって、待って、授業中だったって書いたらそもそもって流れちゃう、あごめんなさい、まぼろさん流れ星ありがとう、驚きすぎて午後仕事が、そうだよね、ごめんね、みんなさ食欲をなくしててね、びっくりし、かわいそう、びっくりしてか、申し訳ない、本当にちょっとお茶飲もう、お茶じゃない、びっくりしてあぜんとした、そうだよね、びっくり、そうレモンティーとミルクティーです、そうひなのセレクト、そうあのね、部屋のねジュースをね昨日リアが来るからね、いろんな種類買ったんですよ、うん、だから炭酸とかいろんなものを買ってたんですけど、でもリアがこの前にレモンティーを飲んでたことを思い出して、レモンティーとアロエヨーグルトにハマってるって言ってたことを思い出して、アロエヨーグルトを買ったんですよ、優しい、あ乾杯しようとして待ってたのに飲んでこういう後輩です、本当に可愛いですね、にゃったにゃってよかった、意外と普通だった、普通だった、どうやって早く帰ろうかばっかり考えた、すごい心配だった、本当にどうしようかなって、ツイッター残すね、あ全然アカウントは全部残します、バイト終わりに頭抱えました、最初に卒業の星が向いて誰だと思ったら、ね、なんかみんなの反応を見てね心が痛かったね、わかる、心が痛かった、本当にカッチ、これなんだろう、パフェ、うん、パフェ、大きいパフェのクマちゃんありがとう、嘘で会ってくれって思った、カッチありがとう、まあでもまだ若いから、これからの人生にたくさん期待しててください、ありがとう、パワー、忘れないでね、カッチありがとうなんかもっと数年後もっと可愛くなってなります、ありがとうね、可愛くなります、投稿するの、たまにたまに投稿しますなんか今おはようボイスとか毎日の、うん、ツイートとかやってるけど、なんかそんな毎日する感じはしないかもしれないけど、うん、定期的にツイートしようかなと思ってます、うんうんうん、ホリ虹色の星ありがとう、ねえラッパで飲んでないってラッパ、今ペットボトルラッパ飲みしてって言われたんだけど、うん、多分さ角度の問題でそう見えただけで、ここそんな違う違う違う、なんか見せていい、うん、うちは普段こうやって飲むのよ、でもラッパ飲みってこう全部覆うみたいな、でもそれで私ナッパ飲みしてないのにしてるって言われて、えどういうこと、怒った、え普通にさ、だって普通にさ、うん、人がさ お水じゃない、これ飲む時ってこうじゃない、そうで全部覆うの、どういうこと、こうえやだだしてない、ナッパ飲みしてないです受けるやだ、受けるやだとか言っちゃって、
でも春とかはさ唇にリップつけないようにさ滝の口つけないでそう飲むよ ね、 ね、あれの技術すごい。お幸せないよ。昨日も普通に水口の中から大放出させたんだよね。昨日かわいそうじゃない？愉快だね。普通に家でさ、うん、お水飲もうとしたらさ、うん、ペットボトルがさ思ったより柔らかくてブシュって出てくる。わかる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 。ギュッてさあのこう持っちゃってさ、そう潰しちゃって顔に放出させて南アの口からも天然水やのあれでしょでしょでしょ。そう、私普段南アルプスの天然水飲まないんですけど、うん、たまたまひなこが置いてった南アルプスの天然水を飲んだら顔に全部かかって、うん、口からも全部レヘ出して服びっちゃびちゃなって、うんうん、難しかった。そうみんなね、なんか配信とかねインスタライブなら時々やりますね。ね、でもヤムショールームは全然続けっていうほどやってないけど、ね、あの定期的にあの私あの配信するとみんながびっくりする。私は配信しなさいでもやっぱりさ定期的に現地に会う人もさ、うん、がさ大事にもしたいじゃん、ね、結構、うんうんうん、なんかそこの塩梅が難しい。リアのインライ最強、一番キラキラしてるマジで。みんな好きでしょリアのインライ。アカウントそのまま名前変えますえ名前変えるの？え違う、そうじゃなくてあのかっこ君とセンディピティとか小林リアかっこ君とセンディピティはやめる。小林リアをさなんかさまたなんかめっちゃ別のにするんかと思った。まあ多分でもリアとかリぐらいのさ、ああそうだね、それぐらいのね。そう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 、完全解明かと。どうする、なんかもう鈴木アルテミス鈴木アルテミスとかになってたらさみんなびっくりじゃない矢野は多分本名だからそのまま続けるかなって思う。そうだね、うん多分、まあ、リアも本名かもしんないし、ね、あそうだねあ確かにちょっと待って違うそうだ ねちょっと待って気まずい気まずい気まずい本当だよ本当だよ気まずいすいません本当気まずい、うん、本当にすいません。コバリンクさ気まずい。コバリンクさダサすぎるダサすぎるコバリン死んじゃった違うコバリンって名前だよ。そうだよ鈴木アルテニスだよ。おしゃれじゃないでもちょっと、うん、でもなんかめっちゃ思うのが私多分意外と、うん、なんかあんま表に出さないんだけど、うん、結構マジであのファンの人たちのことが結構好きで。そうだよね、そうリア結構好きじゃない。リアも結構好きだから結構なんていうのあのかなんていうの、いや会えなくなるのが嫌だ。寂しいよね。そう寂しい、しいそうなんか結構私は好きだし、なんかね結構もうライブ中にフロアを見るじゃん、うん、もうそれでさ楽しそうにコールしてるところとかなんかニコニコこうやってペンライト振ってるところとかが、うんうん、もう愛おしすぎるよ。愛おしいよね。でもその光景が見れなくなるのが悲しい普通に、うん、なんかもうそれってさもうだから後の 5,6 回で本当に噛み締めたいと思います。それの後でも本当にもう 5,6 回しかみんなが見れん、あの私たちをこうやってしてる姿が見れない見納めよ。うちらも見納めよ本当に。多分みんなも私たちのことを見納めると思うけど、うん、うちらも見納めよ。そうしよう、うちらも見納めましょうちゃんと。やばい寂しい。オタクニヤニヤしててごめんなさい。ライブ実装でごめんなさい。なんで本当になんかあのニヤニヤしてるなとかも可愛いなって本当に思うよね。本当に思うし、なんかこうやって地蔵でおとなしく見てる人とかも可愛いな、ここレスしたら喜ぶかなとかもさ思うし、でもコーネゼも混ざりたい。わかる、なんかコーネゼ混ざりたいよね。わかる、なんだっけあれ、ワールドカオス、そうあれとかめっちゃ一緒にやりたいなって思ってた。なんだっけ、私あれやりたい、アイ夏子のアイキャンフライ一緒にやりたい。あのビスマルク工場のさ最後のアイキャンフライって言ってみんなでバーンって飛んでるやつに、あれアイキャンフライしてんの。そうだよ、知らなかった知らなかった。あのあれに結構、うん、一緒に飛びたいなと思って、ね、本当にでもみんながすごい楽しそうにしてくれてるのが私たちもすごい楽しいので、ね、ライブしてて、うん、私たちがもちろん踊ってて歌って楽しいってのはもちろんあるんですけど、うん、ファンの人たちがこうやってコールしてくれたりとか嬉しそうにしてる姿を見るのが本当に楽しいのね。ね、待って、嬉しくて誰かが鈴木アルテミスにしてるんだけど本当に誰か分かんない。元何、元何な、カッコで元の名前なのかしら。元の名前何
本当に。でもあ本当にもう皆さん皆さんのことが大好きなんです、私たちは。とにかく、うん、本当にそう、本当に死ぬほど好きです。そう本当に大好きだから、うん、あのなんだろう、まあ、今ねすごい悲しい気持ちになっちゃってる人とかもいると思うんですけど、うん、はい、病まないでほしいし、うん、そうあのちゃんと免許はするから、私たちが病まないでください。うんうん、え、うん、死んじゃう、うんうん、でもリアのファン、でもねファンの人だ、リアのファンの人たちね、そんなやまない、やまあんま病んでるとこ見たことない。でもあんま私は鈍感なのかもしれない、気づいてあげられない、気づ、本当に気づけないんだよ、ないふりしてたんだ。やっぱ好きなんだ、え、本当にやっぱ好きなんだだよみんな。今日私ずっとさ、うん、帰り道さファントム聞きながら帰ってた。そうなの。うん、ファントムやっぱいい曲だなと思って、うんうんうん、あのファントムをもう披露できないことも悲しい。もうできないの、あのなんていうの、もうできなくなること。ああそういうことね。そう、あともう数回のライブで瀬戸流を噛み締めましょう。噛み締めていろんな曲入れよう、いろんな曲入れよう、いろんな曲入れよう、なんかさもう全台版10曲ぐらいやりたいね。え、てか待って、ヒアノさ自分でさ作る瀬戸流この前が最後だったのかもしれない。マジ分かんない。え、次来るかな、自分のセトリの番。リアはこの前作った？いやでも昨日のが夏みセトリだね。うん、あもう来ない。え、ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃん、え、だってさセトリ作れない。え、じゃあだってあと5回でしょ。うん、前回夏み7とヒナノある。7ヒナノ、7ヒナノが1個、あ、1個ずつ作ってる。あ、ないかも、ないかも。あれ待って、もう瀬戸あと5回対バン、あと5回対バン、あと5回対バンだけで、あと5回対バンとか。だったらナナ、ヒナノ、うん、ハル、ユミ、あ、じゃあユミ、ハル、うち、リアラストで作れるじゃない、ラストうちじゃない、リアラスト作れるんじゃない。やばい、リアラスト対バン私かも。何もさ考えずにさ普通にさあのなんだっけ20、21日の瀬戸り作っちゃった、うん、やばい。この名前をさ言わないでくださいねえ、偉い人なんか、そう、偉い、本当に偉い人なんですよ、うちらのプロデューサーさんなので。ねえやめないでって本当に、ね、やめないでって言ってくれてありがとう。そう、ラストリアかも、ラストリアかもね。やばい、もうさ好きな曲詰め込んでいい、いいよ、私いいよ、やばい、みんな楽しみにしてて。しない曲とかね、確かに。え、あ、じゃあ、まあ、でも、もうしない曲とか、もう独断で決めていい、もう本当に自分の好きな曲をバーッと詰め込んでいい、いいよ、任せて。みんなさちょっとさラストタイバンも来てほしいわね。28日、でも本当にラストタイバン来てほしいね、来てほしい、ラストタイバン来てほしい。そうだね、28日か、28だね、来てください皆さん。やばい、楽しい。27、28、29と3回ライブあるよね多分。うん、ファントム5年とかやめて、死んじゃった。でもあの1回ね人生3曲連続とか呼ぶ結構さ言ってるよね、うん、メンバーでさ翼初披露の日さ、うん、翼全部にしようかとか、翼にしないとか結構言ってるよね。全然言ってる、28日言っていけるから来てくれるの、来て。本当にもう君セレとしての私たちはもう本当に最後なので、うん、みんなさ来てください、うん、ね、27から29は全部行く。ありがとう、本当に本当にありがとう。もう思い出残しまくろうね。ね。だってもうあの衣装着てる私たちとかもう見れないもんね。寂しい、ね。正直、うちが一番寂しい自信あります。間違いないです。だって4ヶ月だもんね。うん。ね。寂しいよね。ね。28はいける。ありがとう。来てね。ね、来て。会えるの楽しみにしてる。やってもあれだけど。まあ、でもね、そう楽し、最後までやりきりましょうね、楽しかった、そう本当にそう、うん、楽しかった本当に、なんか人生って感じだよね本当に。わかるよ、別れあり出会いあり。ちょっと待って、何を言ってんの。わかるよとか言ったけどちょっと不思議なこと言うね君。乗ってくれなくなった。何を言ってるのか分からなかったです。そう、でも人生は本当にビューティフルなので、みんな最後に人生を彩って楽しく卒業します、はい、やりきったって卒業してもらえたらそれいい。え、本当にそうだよ、私たち本当にやりきったよね、うん、よく頑張ったよね、楽しかったよ普通に、楽しかったし、うん、結構あの頑張った
聞いてる？聞いてた。なんか爪がさ、枯れたなと思った。結構楽しかっただけじゃなくて、うん、軽く野球部並みのなんていうの、頑張った感もない。本当に頑張った。なんか、ね、もちろん体力的にもそうですけど、精神的にもいろいろと頑張りました。本当に本当にいろいろなことがあって、ね、なんかでも本当に勉強になりました。なんかそう、なんかちゃんと、うん、あの大人になったね、うん、なんかすごい勉強になりました。なんかここまであの4ヶ月でここまで人間って成長できるんだっていうぐらい大人になった。ね、すごい。なんかね、うん、でも、うん、ね、楽しかったね。そう、ね、お店の野球部絶対甲子園行こうなって。絶対行こう、うん、絶対行こう。4月29日甲子園来てください。マジ絶対来てください。マジ土持って帰ります。本当にドラフト1位目指そうって。目指そうそう、4月29日みんなで1位取ろうな。うん、うん、やばい。なんかもうすでに寂しい。まあわかる、ね、なんかね、でも楽しかった。楽しかった。私はもうこれしか言えない。楽しかったです、ね、そう、まあ、1年とね、何ヶ月だ、半年はまだ経ってない、うん、1年数ヶ月やってきてすごい楽しかったです、うん、本当に。そう、キミセレになってよかったなってちゃんと思います。思いました。ヒャンもね、高校卒業してね、こっち来たからさ、うん、だからさ、うん、すごいなんかもう1年経ったのかみたいな。もう1年数ヶ月経ったのかみたいな。すごい早いなっていう。でも私は、うん、なんか長かった気がする。なんか普通になーなーでやってる高校生活の4ヶ月の方があっという間だった気がする。忙しいとすぐ日過ぎるっていうね。そう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 、ね、だからなんかね、そう、濃かった。あ、そうだね、濃かったね。濃かった濃かったね濃かったね。本当に初宿チェキの情報は、まあ、待ってて、ね、待っててください。待ってて。私たちも知らないよね。正直何も分かんない。何も言われてなくてね。卓球したの懐かしいだって。ね、私もなんか卓球とかバーベキューとかしたかった。会えるように考える。ん？卓球したのが懐かしいって言ってた。ね、確かに。私もさ、卓球とかバーベキューとかしたかった。あとバレーボールしたかった。み、お、あ、確かに。ファンのみんなとでボコボコにしたかった、うちが、ね。バーベキューしたかったな。ね。なんかさ、旧体制の時はさ、結構するのあったけど、新体制になってから全然なくて。ね、そう。一回さ、バーね。てか普通にバーベキューしたいね。え、したい、ね、バーベキューしよう。バーベキューしよう。バーベキューしよう。バーベキューと卓球とバドミントンとバレーボールボコボコ大会、うん、いいじゃん。あの運動神経悪いから多分きっとボロボロにされる。違うよ、なんかこの前みんなと話してたんだけど、うん、リアヒナのは運動神経良さそうって満場一致だったよ。バネになんかひなのって運動神経良さそうだもん。なんかだってひなのね、一個ね、キミセレに入って、うん、新体制になってリアが、うん、ね、びっくりしたことあるの、怖かったことがあるの、うん、ヒアノ、なんかヒアノがね、あの、うん、生誕で曲を悩んだ時に涙の表面張力をしようとしてたの、うん、でも難しい曲だな、どうしようかなみたいな感じで悩んでたのね、うん、そしたらあのヒアノダンスあんま上手くないしなみたいなの言ってたの、うん、そしたらリアが、え、ヒアノってダンス上手くないみたいな、 AKB の時もうダンス面だったんじゃないのみたいな感じのことをリアが言ってくれたの、うん、だから私をダンス面だと思うっていうことが、うん、びっくりしちゃって考えられなくて、本当にダンスできなかったの。めっちゃダンス上手じゃん。本当にできなかったの。だから多分あの本当にできなくて、うん、本当にできなくて、もうマジでダンスが本当に踊れなくて、曲下ろされるとか全然あったの。マジか。そうだよ。本当にそれぐらい踊れなくて、もうみんなにもダンスが全然できてないみたいな感じで、私の運動神経が悪くてダンスが下手みたいな感じで、AKB で一番ダンスが下手みたいな。マジ？言われてたの。そう言われてたの。なのに、うん、あのキメデル入って、そう、あのリアにダンス面だでしょみたいなとか、うんうんうん、運動神経がいいでしょみたいな、ダンスうまいみたいな感じで言ってもらえたのがびっくりしちゃって、うん、びっくりした。めっちゃそう上手だった。本当にやばかったの。マジリアよりやばかったかもしれない。リアよりやばかった。リアよりやばかったかもしれない。結構やばかった。本当にやばくて、うん、だからでも決め線に入ってなんか部屋の本当にいろいろできなかったのね、うん、ダンスとか歌とか、うん、MC とかもめちゃくちゃ全然できなかったんですけど、うん、なんかあのいろいろ成長したねって言ってもらえることが多くなって、うん、と毛利さんとかにもね、あの部屋の本当に最初やばかったからなみたいなめっちゃ言われたの、うんうんうん、でもなんかできるようになったよねとか言ってもらえるんですけど、でもスタッフさんとかさ、メンバーとかはさ、うん、
なんかピアノができるみたいな、うんうん、ピアノはダンスも歌も MC もできるんだみたいな、めっちゃ言ってもらえるの、うんうん、めっちゃ言ってもらえるんですよ、うんうん、でも本当にできなくてできなくてできないんですって言ってずっと言ってて、だから君に入ってできる人って思われてるのが不思議な状況だったまあでも確かに AKB とか本当にできる人とか本当にできそう、めっちゃレベル高そう、できなくて本当にできなかった本当にできなかった、だから本当にやばかった、あの初期の、うん、ど初期のリアよりやばかったよ結構じゃない、あかん、結構結構じゃないっていうのは失礼だね本人にすごい失礼じゃないけどちょっと今反応に困っちゃった、ね、ちょっと困っちゃったよね今さ、あの部屋を言ってあれすごい失礼だねごめんすごい失礼だねでも本当にできなかったな、うん、本当にできなくて、うん、めっちゃやばかったんですよ、うん、なのに君連れ入ってすごいなんかあのまとめるのができまとめれるよねとか、うんうん、すごいあのリーダーだねとかセンターだねとかめっちゃ言ってもらえることが多かったんですけど、本当にそんな人じゃないんですって思いながらずっと生きてた確かに、じゃあ飲みます、お紅茶じゃないな、なんだっけこれ、見なくていい、それですはあ、志賀沼さん、部屋の眠し安定してたよ、本当、うん、安定してたかな安定、本当にでも眠し不安だった、大丈夫かなって、キミセレに入ってからめちゃくちゃね、そうです、うん、MC めっちゃ任せてもらえることが多くて、うんうんうん、あのどうしようどうしようってめっちゃ思ったんですけど、覚えるのもねなんか早いようで意外とそんな早くないから今はそう夜中にいつも練習してますっていう感じの人です、うん、いつ終わる、もうその今何時くらいなんだろうね、何時ですか今、いつ日野が君セレだと大人メンバーでも年齢的にはさ子供メンバーの方だよね、日野の確かに下から3つちょうどさ、うん、真ん中そうだよね、真ん中確かに、でもあの3-3で分かれたら年下メンバーなんですよ、だから日野も意外と9時20分、9時20分うん、じゃあ 8時半から始めたよね、うん、9時半に終わろうか、うん、1時間配信させます、新体制の日大丈夫かなってなってた、そう本当になんか歌ありも増えて新体制になってすごい大丈夫かなって自分でもすごい不安だったんですけど、あのなんだろう、 あの引っ張ってってねとかめっちゃ言ってもらって、でも頑張りました、楽しかったね、うん、楽しかった、楽しかった、頑張ったよ私たち、キミセレの部屋の生き生きしてる、本当生き生きしてるよかった、でも本当に楽しかったし、そうあの成長できたし頑張ってよかったなってめっちゃ思います、あみんな時間教えてくれてありがとうね、いや楽しかった、うん、本当楽しかったよ、頑張ったよリア、うん、頑張った頑張ったね、頑張りました頑張りました、これからもヒアノちゃんたちのことをずっと好きでいてください、うんうん、ヒアノの第二のアイドル人生でした、リアの第一のアイドル人生ですね、うん、お疲れ様でした私たち頑張りました、頑張りました頑張りました本当に前向きなので、これだけは本当に言います、前向きな卒業なので、うん、本当にあの解雇じゃないのでこうそうだね、こう分かってくださいこれからも頑張ってね、ありがとうね、でも本当に、うん、あの冷めないでください、ヒアノたちが、ヒアノが卒業したからリアが卒業したからじゃあ別の交渉とか、ヒアノが卒業したから浮気していいやとか、ヒアノが卒業したからもうバイバイとかはやめてほしいなって思ってますそうだねね、うちは今日どんだけ解雇じゃない気持ちをするんだろうね、そうだって本当に解雇じゃないじゃんまあね、そうだってさ絶対さ、だって一番にさ、じゃあ文書で出てさ、うん、昼に発表されてさ、うちらさ、うん、聞いた時絶対解雇って思われるじゃんって絶対思ったでしょ、うん、めっちゃ思ったでしょ、めっちゃ思ったでしょ、めっちゃ言ったじゃん、話してたじゃん、だから本当にそれが違うってことを知ってほしい、分かってほしい、まぼろさん虹色の星ありがとう、本当にあの楽しい前向きな卒業ですので、うん、人生をねハッピーにいきましょう、うん、ね、次の機会ずっと待ってるね、待ってて、君セレ亡命しながらニアちゃんをし続けます、ありがとう、結構さね、解雇なら卒業ライブできないから、あそうなのね、そうそうそうなのかな、そう分かんないけど、うん、
浮気しないよ、浮気しないで、本当にね、本当によろしくお願いします。食堂でスマホ投げた、ごめんね、本当に絶対に絶対に絶対にもうみんなびっくりするし、だってお昼のさ、うん、平日の日だよ、しかもさ、なんか重大発表ありますみたいなのなんもなかったじゃん。そうそうそう、だからツイッター見たもん勝ちかな、えみたいな。お昼にじゃあさ、みんなが学校とかさ、その、うん、お仕事とかでさ、お昼でふう疲れたってご飯食べようって思ってツイッターひゅって開いたら捨てが長いとかんですよ。あとそれ考えたらすごい心がすごいしんどくなっちゃって、なんかすごい申し訳ないなってめっちゃ思ってたの。だからすごいずっとずっとずっと心配してたして、ツイッターに貼り付いてたよね、だってすっごいツイッターに貼り付いてたよね、めっちゃ見てた、めっちゃ見てた。でもなんか意外とみんなまずなんていうの、まずいいねしてから、うん、リプとか、うん、そのここでツイートするまでめちゃくちゃ時間が空いてて、うん、みんななんかいろいろ考えてたんだろうなって思った、ね、思った。ほらリプ3時間後ぐらいかな、よくった本当に。そうだからすごい心配してたんですけど、ちゃんとね、うん、やまないでください。でも本当に悲しい気持ちにさせちゃって本当に申し訳ない、ごめんなさい。タイミングマジでメンブレシさせに来てる。そうだね、ごめんね、ごめんね、本当にごめん、本当に申し訳ないなって思ったんですけど、でもなんだろう、本当にみんなのことが大好きだし、絶対にキミセレのヒナの、キミセレのリアを好きになってよかったって思ってもらえるように、うん、最後まで楽しんで頑張ろうと思います。はい、大輝ハートありがとう。朝のお早ぼしなかったからってなって、なんかでもアイドルやってよかった、ね、みんなに出会えて、え、そう、本当にそう、そうだね、キミセレになってよかったです。キミセレから初めて知ってくださった方もいるし、もちろんあのヘノが駅ビ卒業してからずっと、うん、あのね、ヘノのことを知ってくれてて好きになってくれた方も、あ、好きでいてくれた方もいると思うんですけど、本当にキミセレになってよかったなってすごく心から思います。うん、マリカ結婚してありがとう。うなぎさんピカピカありがとう。ホリいいねができなかった。そうだよね、え、そうだよね、いいねって複雑じゃない、ね、いいねじゃないもんね、うん、でさ、昨日話してたよね、いいねじゃなくてツイッターにもなんかよくないねみたいなあの、うん、スタンプを、初めての3次元の推しが ね、なんかさ、めっちゃ思うのがさ、うん、あのキミセレの中ではひなの推しとかリア推しじゃなくて、アイドル、全アイドルの中でひなの推しリア推しが、うん、っていうのが嬉しくない？嬉しいよね、わかるよ、嬉しい、ね、全人間の中で一番ってのが嬉しい、ね、愛してくれてるっていうのは本当にありがたいことだなってすごく思います。みんなありがとうね、ありがとう。見たよとか、ほら見たよとか、よくないねとか、ほら、ね、そう、それ、それが ね、あったらいいねっていうのをちょうど昨日話してた、うん、そうだね、とマリカ赤のペンライトとハートありがとう。みんなたくさんたくさんありがとうね、本当にみんなありがとう。私は、私たちはみんなのことが本当に大好きですよ、大好きです本当に。だから、だからだからだから、ずっと好きでいてください。はい、ミリオ赤のペンライトありがとう。うなぎさん、キミセレが大好きです、ありがとう、本当にありがとうね。そろそろランキング読もうか、区切りを、じゃあ先読む、あ、ランキングじゃ読みますね、うん、こうかな、うん、ライブ、あ、そう、ライブで13人から、うん、ライブで13人から読む、はい、ショールームやり慣れてない人、うん、バレた今2回目だもんね、ショールーム、そう、じゃあやっていきましょう。リックネさん13位、リックネさん13位、リックネさん、ありがとうございます、ありがとうございます。12位、ソンソングッドさん、ありがとうございます、ありがとうございます。11位、やめた、ありがとうございます、ありがとうございます。10位、これはなんて読めばいいのかな、名前がありませんね、ありがとうございます。パピコ、ありがとう、ありがとうございます。8位、くるくる、ありがとう、ありがとうございます。7位、ルダーナフ、ありがとう、ありがとうございます。6位、ヤマ、ありがとう、ありがとうございます。5位、カッキン、ありがとう、ありがとうございます。4位、これはコウくんだね、ありがとう、ありがとうございます。3位、ヨブ、ありがとう、ありがとうございます。2位、タカシ、ありがとう、ありがとうございます。1位、キミジマ、ありがとう、ありがとう、みんなありがとうございます、ありがとう、ありがとう、本当にね、ありがとう、みんな、ありがとう、ありがとう。なんか今までさ、うん、あ、みんないろいろありがとうねってまとめてランキングを読むんです、すいません、ランキングを読むんです。あー、バグった、うん、オッケー、じゃあランキ
じゃあひなのんの方をお手伝いしてくるからさ。ありがとうございます。じゃあいきますよ。13位やすさん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位たんそんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。11位まぼろしさん、ありがとうございます。ありがとうございます。10位ティガー、ありがとうございます。ありがとうございます。9位うなぎさん、ありがとうございます。ありがとうございます。8位まりか、ありがとうございます。ありがとうございます。7位サヌ、ありがとうございます。ありがとうございます。6位なるせさん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位ズマッチさん、ありがとうございます。ありがとうございます。4位大輝、ありがとうございます。ありがとうございます。3位ホリ、ありがとうございます。ありがとうございます。2位キミジマ、ありがとうございます。ありがとうございます。そして1位カッチ、ありがとうございます。ありがとうございます。みんなありがとう、本当にありがとうね。すごくすごくすごく本当にありがとう、本当に大好きだよ。ね、配信しないからさ、あ、全然配信しないからさ、やばい、ランキング最後かもってみんなに言われて死んじゃった。確かにランキング最後かも。またね、またね、ね、しようね。うん、一緒にやってもいいしね。機会があればね。機会があれば。やらない人の言い方です。気まず。機会があればやる。気まず、うん。めっちゃ気まずいじゃん。はい、ということでね、本当に皆さんありがとうございました。うん。4月29日の卒業公演、うん、ぜひ遊びに来てください。本当に来てください。本当に来てください。キメセルとしての最後の私たちの姿絶対見届けてほしいです、ね、マジさ、なんか事故ったって言って来て、あのさ、不謹慎不謹慎お願い、不謹慎なこと言わないでください。有給頼む、有給。本当に来てほしい、もう絶対に絶対に絶対に来てほしいので4月29日渋谷ワンファイブさんでの卒業ライブ絶対に来てください、うん、お願いします。お願いします。お願いします。ということで今日も見てくれてありがとうございました。じゃあね、本当に大好きだよみんな。なんかさ、写真撮ってもらう。あ、そっか、スクショしてもらおう。こっちからね、一回うちの方、あ、違う、ひなのの方からね。じゃあ次リアちゃんの方。オッケー、撮れましたね。なんか私いつもさ、うん、あのスクショタイム作んないからさ、よく事故がとかをさ、ね、やだねそれ、やだね。だからもうちゃんと最近作ることを覚えた。えらい、あの、普通に終わろうとしちゃってた。病状が良ければ直して。今あなた入院中だと思うけど頑張って。入院中なの？なんか前言ってた気がする。号泣、そう、みんなの泣いてる姿を見て目に焼き付けます29日。でもさ、それまでの対バンは泣かないことが目標。私はそう、私も泣かないで楽しんで終わりたい、うん、そう、めっちゃ楽しい。でもなんなら部屋の卒業公演も泣かないで、確かに、あの、笑顔で、うん、終わりたい。確かに5曲全部アンセムとかでもいいね。そうしよういっぱいでも曲したいね、最後に、うん、ありがとうございました。みんなのことが本当に大好きです。うん、大好きね。ということでね、本当に悲しい思いさせて本当にごめんなさい。うん、ありがとうございました。ありがとうございました。みんなありがとう。ということで、こそたくさんありがとう、ね、ありがとう、みんなありがとう、本当に大好きで。読み方わかる？うん、あ、よかった。ありがとう。読み方わかるんだ。よかった。ありがとうね、本当に。